西海岸でロコギュータを知っているという漁師の74歳の吉田敏夫さんにお会いしました。もう私は東京ぐらいからもう漁に行ってた。東京ぐらいから。それで学校の時もやってるし、桜の木に太鼓されて、それを叩いて太鼓とかして、あみんなこう追い寄ったって言うやん。もう東京だとそのくらいにしか用せんやんだもん。でもそれからもうずっと、漁に行ってるやん。あ、よう海はまることあるった。よぶって、よぶってな。こう、船の筆で腰掛けてるやろ。ほんの前、寝たやろ。寝ぶれへん、孫とって、ついから弟って寝て、あの子にこう、はまるときはちょいちょいあるった。休んどないんだ、それ、比べとんだろ。肩身に、ローコンがって。で、その休んどないんだ、それ、寝ぶすんだ。みんなとこったもんね。そんな言うね、大きな声ね、せんとはんがな。歌うって呼ばれるよ。歌うと言うよ。この老後に歌うとで。いや、別に皆さんのこと知らないよ。やべえ、沖のカモメに潮時とえばよ。私は立つ鳥を取る間がない、かわいや取るもの、そんで引く間がない、やいたん、やいたん、やれ、沖の暗いの方に白穂が見えるよ。あれは紀の国よ。ロコギ歌、お話と歌は北南町の吉田敏夫さんでした。叩いてねさと穴の寝ましょうに温かれてただものやる泣く子にやいとあやいと添えるよりあものもらうな、おらいで、あの、おとてくれ北南町の79歳の浜田琴さんの子守歌でした。四国小豆島は巡礼の島でもありますが、レンゲ、スジの花の中を行く巡礼さんを子どもたちはこう言って生やしたそうです。ちょうど昭和7、8年頃、私はもう小学校6年生ぐらいだったから、巡礼さん、巡礼さん、まあめこめおくれ、まあめこめなけだ、お金でおくれ、前で巡礼さんにこう、なんですか、だから純礼さん接待してもらったやつの豆や何をくれるわけです。巡礼は5月1日が出だしで、5月15日が打ち上げという習わしになっていますが、5月15日の打ち上げには洲本の弁天さん、厳島神社の境内に集まり、ここで護衛歌のコンクールをいたします。今年で29回目という大会でしたが、
記録では明治の昔からこうした護衛歌大会が島の各地で行われていたそうです。巡礼姿白一色の境内で今年も大勢の巡礼さんが喉を競いました。そして一時は全国一を誇った玉ねぎの匂い、南の方では牛の匂い、花の匂い、どの匂いも旅の空では太陽と人情に包まれて優しい思いがします。淡路を巡礼した人たちの白い装束にはこうした匂いが染みついていることでしょう。巡礼さんが去って日差しの強くなった島ではまもなく麦刈りの季節になりますが、ここで今はもうなくなった農作業、麦刈りの歌を聴いていただきましょう。えかてかてかたねば落ちなよ、頭やこらせの日の盛りよ、お前百までわしゃ九十九までよ、共に白髪の生えるまでよ、恋しすまでら若きの桜よ、いつも十八で花が咲くよ。いっこらしょ。カラサという道具を持って麦の穂を叩いた頃の作業歌、麦かち歌、竹下武一さんでした。人形浄瑠璃のふるさと淡路島には民謡にも太棹三味線を使ったものがあります。盆踊り歌兵庫音頭から高田屋貨幣の一節を聞いていただきましょう。五色町の城田喜一さん他の皆さんで兵庫音頭でした。淡路が生んだ海の男高田屋貨幣の一代記を歌ったものですが、大変長いものでその一節を聞いていただきました。岩井歌五尺節を北南町の皆さんの歌で聞いていただきましょう。
五尺節、歌岡野春城、三味線田中静江、太鼓萩原貴信の皆さんの演奏でした。太陽と海、自然を求めて島にやってくる人たちで、今年の夏もこの島は都会が引っ越してきたような賑わいを見せることでしょう。洲本市中河原の盆踊りです。坂林隆夫さんの歌で聴いていただきましょう。Thank you.